江東区の東京ビッグサイトで東京国際消防防災展が開かれています。2日目の今日は全国各地の消防職員が業務上の課題や提言を発表しました。私たち消防職員、消防団、そして地域住民との間には目には見えない糸が存在するのではないでしょうか。この人と人をつなぐ糸の普及に努めることが私たちのこれからの課題の一つといえます。この発表会は全国の消防職員の中から地区予選を通過した千葉や福岡など10人の消防職員が日頃の業務を通じて感じた改善点などを訴えるものです。最優秀賞に選ばれたのは愛媛県西予市消防本部の救急隊員加藤光雄さんで、今私たちにできることをテーマに助けを求める人の不安を取り除くよう努めることが求められていると話しました。東京国際消防防災展は200を超える企業が防災グッズなどを紹介する国内最大級の防災イベントで、8日の日曜日まで開催されています。